は打楽器の演奏家の島崎優斗です。本日ドラムの奏法について、知ってると便利な手首の使い方をご紹介したいと思います。でこれ僕はワイパーとか裏剣とか呼んでるんですけど、簡単に言うとこのドラムのハイハット、スネア、バスドラムの3点の方向いてこうやって座ってるじゃないですか。でこの時にタム回しで結構ねうまく手が動かないって人多いと思うんですよ。でそういう時に、大体の人がこのまま全部腕ごと言ってるんですけど、これね実は手首をこういう風に返して演奏するとめちゃめちゃ楽ですよって話です。でこれプロのドラマーさんとかね皆さんやってるし、結構ドラム業界では趣味でやってる人も含めて結構有名な話なんですけど、オーケストラとか吹奏楽とか、クラシック関係で打楽器やってる人って意外とこれね皆さん知らないんですよ。なのでこれ知っとくとねめちゃめちゃドラムやりやすくなるので、ぜひ、チャレンジして、習得してみてください。でやり方ですけど、こうやってスネアの方構えるじゃないですか。でフロアタム叩くときに普通ね結構みんなこうやって腕ごとこうやっていくと思うんですけど、これやめてここの手首固定したままワイパーですね、ワイパー、車のワイパー、もしくは裏剣で、こういう風に手首ここのまま手首を返して、だから位置を変えずに手首を返すだけで簡単にフロアタム叩くことによって移動がね非常にスムーズになるよっていうお話です。で、特に叩き方にルールとかないんですけど、こうみたいな感じで手首で返していくだけの話なんですけど、これね知ってるだけで相当やりやすくなりますよ。で玉回しとかも基本そう、こっち行く時もさすがにね前ハイタムの方は動かさないといけないけど、こっからじゃあ例えばこっち行きましょうってなった時にこのまま行くよりもそのまま手首をちょっと返しといてっていう風に手首で移動する感じですね。ちょっとこれもやってみます。この右手でこのトム回しするときとか、スネアからタムに移るとき、それから普通にハイハットでなんかやってて、ハイハットスネアでなんかやってて、でちょっとフロータム行きたいっていうとき、あとこっちの向こう側にあるシンバルが学校とか習ってるスタジオとかにある場合は、これもこのまま行くんじゃなくてこっち叩いた瞬間にこっちに行くっていう風に、このワイパー裏剣使えるとドラムめちゃめちゃね練習も楽だし、だから力も無駄な力をねグッて腕を使わなくて済むので、非常に楽になるし上手くなりますよっていうお話でした。はい、ということで打楽器の演奏家の島崎優斗でした。ありがとうございました。